パルチザン総統賞上シレジア自衛団の気象パルチザン総統省は第二次世界大戦中にナチスドイツが制定した先行気象である。ドイツに対するゲリラ抵抗運動の駆逐に参加した将兵に授与された。パルチザン総統省のほか、対ゲリラ戦賞、対パルチザン戦賞とも訳される。バンデンという語は英語のバンディッツなどに相当する語だが、 ナチスドイツにおける政治的な用語としては国家社会主義への抵抗者を意味した。ロシアやバルカン半島におけるパルチザンとの闘争は激しさを増す一方であり、タイゲリラ戦闘従事者用の勲章を制定する必要に迫られ、1944年1月30日にアドルフ・ヒトラーが命令を下し、2月1日に制定されたのがパルチザン総統省だった。 正確にはパルチザンではなくバンデンだが、この言葉は、新英体全国指導者、ハインリヒヒムラーの、反読分子、共産主義者、または、ユダヤ人共産主義者、パルチザン、マキ、レジスタンス、いかなるドイツに対する敵対行為者はすべからく、悪党ども、万ン,ンと呼ぶべしという決定に由来していた。同将、銀将、金アキラの三等級存在し、タイゲリラ戦闘に、 それぞれ20日、50日、100日参加すると授与された。したがって、不評突撃賞などに比べて受賞が困難な、勲章であり、特に、金明アキラの受賞は同じく難易度が高い白兵戦、賞金賞を2度受賞するに匹敵した。授与の対象は、ゲリラ総統に参加した、ドイツのすべての組織の将校及び、下士官兵であり、また、ドイツ人以外でもドイツ及びヒトラーへの、 中世先生を行ったものは授与の対象となった。制服の腕か左胸に配用した。デザインは1919 19年の義勇軍、ジョーシュレジア自衛団の起承に由来する。多くの葉の輪葉の中でゾーネンラートのついた剣がギリシア神話の怪物ヒュドラーに突き刺さったデザインをしており、その下にはトーテンコップが描かれている。ヒュドラーには頭を切り取られても再生するという。 伝説があり、何度でも出没するパルチザンに当てはめられたものと考えられる。パルチザン総統賞の金銀銅賞。右端は1957年に再生産された銀賞で、デザインから針十字と刀典骨布が削られている。一家に示す類型戦闘日数をもって、銅賞から順に授与されていく。戦闘日数の定義は兵種によって異なり、次のように算出されていた。 1944年10月5日以降、国防軍、武装親衛隊、そして、アインザッツグルッペンをはじめとする、警察部隊など、すべての組織が授与の対象となった。戦死直前ないし戦死当日に条件を満たした場合、気象及び訓起は、遺品の一部として遺族に送られた。SS 長官、ハインリヒヒムラーは、金アキラを受賞する権利を自動的に受け取っていた。 ABC 山下栄一郎 2011P148ABCDE ラムスデン 1997P199 ヒムラー・アーライス・イム・ヘルブスト1942代スプラクレイグロンダス・スタッドパート・ザ・ナンデア・ウスドルック・バンデンツバー・ウェンド・ン・セイコベシュネット・デ・マナッツ・ニー・フォーマン・マルクト ZDBID33 万1317から7 ヤーガング1943ヘフト 4S11 バンデザーカイブコブレンズ R58 No.219 の -2830 ありがとうございます。